あなみさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay 決済可能 LINEPOKIO で松屋が100円引きキャンペーン開始ということで、今回は以前も少しお伝えしました l i n e p o k がお得なキャンペーンを開始したので、お伝えしていこうと思います。 まあそもそも LINE ポケオとは何ぞやという思うかもしれませんが、まあ簡単に言うと LINE のサービスの中でテイクアウトの注文ができるサービスのことなんですよね。まあ以前はこの LINE ポケオのサービスが開始されて少し経った時にガストのピザが100円で購入できたりとか、あとは松屋の牛飯が100円で購入できたりと、まあとんでもないキャンペーンをしていました。 そして今回のキャンペーンはこちらの LINE ポケオで松屋の牛飯が100円引きのクーポンが出てましたのでそちらの詳細についてお伝えします。で、まず期間が8月の5日から8月の12日まで対象となるメニューはプレミアム牛飯そして普通の牛飯ですね。あとは LINEP の事前決済が必要となってます。そしてキャンペーンの期間中なんと何回でも利用可能ということですね。以前僕が LINE ポケをガストにてピザを頼んだ時は LINEP 決済ができなかったんですけども松屋だとできる みたいですねそして、同時進行で、こちらの松の屋のキャンペーンもやっていまして、こちらはロースカツ定食100円引きのキャンペーンを実施中ということですね。まあ、同じく LINEPay での事前決済が必要となっています。そして、実際に松屋に行きたかったので、LINE ポケで早速注文してみました。使い方として、ま、参考程度に見ていただければなと思います。 まず、丸一番、ご自身の近くの松屋を選択して、丸二番、選んだらご覧の通りですね、290円の牛飯が190円になっているので、下のサイズですね、ミニ盛りとか並盛りとか、頭大盛りとか、まあそういったのを選んで、僕は今回並盛りを選択しています。そしてこの丸三番、数量ですね。あの、僕はかなりお腹が空いてたので、数量は2個にしました。まあ並盛りでも2個ですね。 丸四番。そしたら画面進んでいくと、LINEPay の決済画面に映るので、ここで下の方にある、牛飯2個分の380円を支払うを選択です。で、丸五番。ここで決済をタップして、丸六番。そしたら l i n e ポケ k の通知が来て、だいたい40分後ぐらいなので、まあ17時50分に取り来てくださいという風に LINE の通知が来ます。 そして買ってきた牛飯がこちらですね。何森り2つでしたけども、まあ思ったより量はありましたね。しかも松屋はセパレート式なのでご飯と具が分かれてるのが個人的にはすごい好きですね。いやー、外はとんでもなく暑かったので買って帰るまでしっかり炊きやすいでした。 個人的な感想としましては、テイクアウトの場合は宅配と比べて自分で取りに行かないといけないという手間はあるんですけども、お店がそれほど遠くない場合は、今回の LINE ポケはかなり有効的かなというふうに思いました。まあ、あとは仕事の休憩中とかに頼んでおくことができるので、まあ、そこがまた時間短縮とかに繋がりそうな気がしますね。まあ、しかも今回の松屋のキャンペーンは期間中何回でも使えるので、まあ、それが以前のキャンペーンの時と比べて、ま、かなりお得感がありますね。まあ、そんなこんなで今回は LINE ポケットで使える松屋の100円オフのキャンペーンについてお伝えをさせていただきましたまあ、ぜひですねちょっとした合間とか松屋でテイクアウトするときはこのキャンペーンを利用してみるのもいかがでしょうかということで今回の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました